君を味合わせて、今から君が僕のダーリンだ。恥ずかしいから目閉じてて。ちょっと待って、しなきゃ動かないんでしょ。いや、そのためだったらこれくらい大したことないよ。でも黙って。いちご、お前震えて。どう？何も感じない。何を？こういうことか。そうでしょ。ほら、キス以外のこと教えてあげるよ。違う、俺は。違うんだゼロス。そうじゃない。行かせない、行かせない、絶対行かせないから。あいつのところに戻ったらヒロ化け物になっちゃうんだよ。ヒロじゃなくなっちゃうんだよ。そんなの私絶対嫌。けど、ラッティ。面白い味だ。不思議ですね。あなたにそう言われるとできそうな気がしてきます。心さんは優しいですね。それに手先だってあ、嘘、あれ、ごめんなさい。これから始めるんだ。この世界はきっと俺たちが思うよりずっとずっと大きい。あの時は叶わなかったけど、今度こそ二人で外の世界を見よう。ゼロツー、俺たちは二人で一人だ。って悪いこと、私たち未来のことを考えちゃいけないの。僕がダーリンの運命を歪めちゃったんだよね。ダーリン、僕は絶対に諦めない。待っててね、ダーリン。これまでだって何度もこういうことはあったんだ。その度に俺と君は何とかしてきた。うん、大丈夫。ダーリンとならどんな運命にだって打ち勝てるよ。ずっと一緒だ。もし離れ離れになっても迎えに行くよ。嬉しい。僕もだよ。しっかりやんな。ヒロに負けてらんねえからな。うん、たまには連絡くらい。ちょっと。じゃあみんな元気で。さあ、時計合おう。僕らは肥沃の時。